シルバーグレーの細い茎がたくさん群がり、緑色の粒状の葉が幻想的な雰囲気を醸し出すボレアリアシルバーナイト。オーストラリアの乾燥地帯に分布するキク科の植物で、花言葉は平和です。開花時期は6月から7月ですが、花は目立たないため1年を通して観葉植物として栽培します。植え替えは9月から10月頃に。水はけの良い土にゆっくり効く肥料を混ぜておきます。生育中は春と秋に肥料を与えましょう。日当たりの良い場所で育てますが、高温多湿は苦手です。鉢植えの場合、真夏は木陰などの涼しいところへ移動しましょう。庭植えでは夏場に枯れてしまうこともあります。乾燥には強いので水やりは少なめにしましょう。日本ではシルバーナイトの仲間であるボレアリア属の品種は多くありませんが、生育地のオーストラリアでは130種もあり、さまざまな形の葉をしていると言われています。日本でよく見られる品種はどれも銀色に輝くような独特の形。コンテナの寄せ植えなどに加えると全体を洒落た雰囲気に一変させてくれます。寒さには強く0度以下でも大丈夫。そのため冬の庭を飾るのに重宝します。緑がかった葉に雪が積もったように見えるボレアリアシルバーナイト。ちょっとした銀世界を作り出すその姿はクリスマスにぴったりですね。